ちょっとアイス食べたいなと思ってこれ買ってきました。爽のうまみ抹茶フラッペ。これね、爽ってなんか90円ぐらいで買えるのにこれ150円ぐらいしたんですけど、なんか美味しそうで買ってきました。なんかあれなんですかね、期間限定か新発売か、見たことないですけど抹茶味って、ロッテの爽買ってきました。ちょっとこれ食べて休憩。あ、めちゃくちゃ美味しいです。こんな感じでね、バニラっていうかバニラの部分と抹茶の部分があるんですけど、なんかもういい感じにバランスよく混ざってて、なんか抹茶の味もねすごい良くていいんですけど、なんか抹茶はそんなに甘くないんですけど、バニラの甘みで甘くなってるみたいな感じなんですよね。だから味は抹茶だけど甘さはバニラみたいな、そんな感じでめちゃくちゃ美味しいです。よし、なんかこれあったんで作ってみます。なんか初めてだな、これポップコーンは初めてじゃないけど、なんかこういうなんか、お、すごい、これだけでできるっていう、油もいらず、おー、すげえ。お、待って、作る前に、マジか、真ん中剥がさないといけなかったんだ。OK か。おお、うまそう。やば、焦げ焦げになった。普通にやった方が簡単かも。ちょっと食べてみます。あ、でもうまっ、うまいっす。少しね、散歩したいと思います。今日本当は午前中やろうと思ったんですけど起きれなかったんで午後やります。ジーンズとなんか長袖の長袖 T シャツみたいなやつですけど、まあちょうどいいとちょうどいいんですけど、時折暑いから半袖でももういいかもしれないっていう感じです。夕日がめちゃくちゃ綺麗、気持ちいいです。というか暑くもなく涼しく、暑くもなく寒くもなく、いい感じの気候で散歩日和ですね。朝も気持ちいいけど夕方の散歩もしてみたかったんで、まあ良かったです。巨大そう、なんかあれが変わった、外観がちょっと山の電気に寄り道、やっぱ夕方散歩するとちょっとねお店が開いてるから欲望に駆られて入ってしまう。1時間じゃ帰れないかも。
いやー、夕日いいっすね。眩しいけど綺麗。このね、扇町の跨線橋からのね景色が個人的に好きなんですよね。ここ昨日通ったのが偶然この下電車が通ってめちゃ偶然だなと思ったんですけど、ここっすね、磐越西線。あっちが若松駅で、このね右側が、北方方面に行くやつで、左側が郡山方面に行くやつで、あっちの方にね、なんだっけ、あの分かれてる線路があって、そこで行き先が分かれます。そういうとこ。めちゃくちゃ綺麗。昨日と逆ルートで行ってますけど、ここまでで大体20分ぐらいですかね。だからちょうどあそこのあのヨークとかゼビオとかあるところの交差点まで30分ぐらいだと考えると、やっぱ1時間ぐらいですかね。なんかナビゲーターを結構見かけるんだけど、え、すごい、どうやって入社してるんだろう。日本で入ってこなくなったあれはずなんですけど、ね、なんか会津で結構見かけるな。なんだろう、意外と。なんか日曜日だからって線もあるかもしれないけど、夕方人多いかと思ったらそこまででもなかったんで、散歩しやすいですね。よかったです。今ちょうど7時ぐらいに帰ってきました。てか7時が明るすぎてびっくりですけど、だいたいね、6時40分ぐらいに出てって、で、だいたい、山田電機にいたのが20分ぐらいだとすると、やっぱあのルート1時間ぐらいなんですね。よかったです。ルートなるよね。あんかけ焼きそば。